こんにちは、ましろです。今日は9月24日ハイキューフェスタに行きます。今準備が終わったので板場の中身紹介も兼ねて荷物を詰めていきたいと思います。はい、板場見えにくいんだけどこんな感じ。ドレスコードがあってオレンジのものを身につけていかなきゃいけないからオレンジの板場を買ってオレンジ一面で組みました。かわいい。この中に荷物を詰めていきたいと思います。まず最初に牛タンせんべい。8月に仙台に行ったのでお友達に配る用でお土産を買ってきたので牛タンせんべい持っていきます。ぬいちゃんです。3匹持っていこうと思います。これは連番する子とお揃いの縫い服なんだけどチョピ縫いがこの子チョピ縫いって言うんだけどチョピ縫いがなんかあんまり出てないキャラが多いから多分みんな友縫いか糸端持ってるからこっちも持っていこうと思います。これはメイクポーチ、お財布、水筒。私めっちゃ喉乾く人間なので命。これはパスモ、モバジュ。モバジュはちなみにスグル、スグルとサトル。日傘、今日あんまり暑くない気がするけど持っていきます。一応ペンライト作りました。が飛べカラスの高校ハイキューブ。飛びお影山飛びお選手。今日はライブがライブも入ってるので変だ振るの楽しみです。みっちゃん付きのブリスク。紙類しまってるケースです。ケースはハイキュー店の特典付き入場券のやつ。なんか紙類入れてます。いろいろチケットケース、ゴミ捨て場のチケット。電子なんだけどゴミ捨て場の映画がやるってことで持っていきます。チケットも入ってます。エヴァのケースにおまんじゅう、おまんじゅう、おまんじゅう、おまんじゅうを3つ、昔のやつと最近出たやつ3つ持っていきます。かわいい。おまんじゅうは必須。アクスタケース、この3つだけ持っていこうと思います。持ちます、持っていきます。巾着に入れていこうと思います。これで板場の中身紹介は終わりです。左手はこんな感じです。右がこんな感じ。一応猫魔戦の中での飛びおのシーン、これはトス上げるシーン選びました。ここが一番好きです。で、小指は王冠。これは羽で飛べ。汚いんだけどね、自分でやったから。9番。飛びおの T。みたいな感じです。まず最初に渋谷に向かいます。電車の中でしっかり猫魔初対面の時の練習試合をアニメで見返してモチベーションアップしました。渋谷に着きました。ハイキューと日本バレーのコラボ広告が渋谷にあるので向かいます。期間がイベント当日の日までだったのでちょうど良すぎ。ここでめっちゃ
っちゃ迷子になりました。対面、これからダイソー公開に向かうであろう背景のお宅がたくさんおってよかったです。広告もたしなんだところでイベント会場近くの飛田給駅に向かいます。飛田給に着きました。友達を待っている間にコンビニで昼飯を買って食べたいと思います。めちゃくちゃ混んでて品薄でした。隣のマックもめっちゃ混んでました。しかも日差しさんさんすぎてめっちゃ暑かったです。日傘持ってきてよかった。ハロー、友達と合流しました。じゃじゃーん、うちの可愛い子ちゃんね。会場の武蔵野の森スポーツプラザに到着しました。めっちゃオレンジ、いやアリーナでーす。ねえ、抜けてるよ。ジジホイクナウ。いいよ。食べたきゃあっていいの。遊公園が終わりました。押しまくり押しまくり、ゲンガ一人ゲンガ一人超いい。かわいい、かわいい。昼と夜の間にお友達と会って写真をいっぱい撮ってもらいました。かわいい。すっかり会場も暗くなってきました。全然見えないわ、光ってる。もう固定だからいいよ。かわっか。見えないから。え、ハートはハート。え、ダサいじゃん。それ絶対立ってやるもんじゃないよ。こうだから。ショーを撮ってくれてもそうか。なるほどね。どうやって持ってくる。いい感じじゃない？これは？アホっぽ。よし。間に合ってないから。
何のポーズしたの、ね、何のポーズがなかったかな。何かシャリ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 ってなんなかった、ね、あ、いいじゃん、うん、私だけヤンキーかもえ、これもう一回やっとろう、これで。あ、いいじゃね、なんか重そうえ、暗かったんだもういいんじゃない、かわいい、かわいい、うん、今何時だろう。今ね、あと30分ぐらいだったよ。ポートレートで間違えた。さよなら。ちゃんと板場で写真撮ってないし。え、何これ、下手くそ。ゆる公園の終わりにもお友達とたくさん会ってもらいました。そしてプリクラを撮るために新宿へ移動。